火星がお羊座へ。情熱が行き過ぎると怒りになるかも。エネルギーを分散してみよう。占星術を生かして安定へ。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。ハッピー占い占星術アドバイザーの山田アリスです。今日はおひつじ座、かに座、天秤座、やぎ座の皆様向けに王の帰還シリーズということで、火星がおひつじ座に動くことからアドバイスをさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。6月の28日からまた7ヶ月間なんですけども、2021年の1月7日まで火星がおひつじ座に移動します。で、逆行期間が9月の10日から11月の14日までありますので、7ヶ月という期間、火星がもともとの定位置であるおひつじ座に滞在するという動き方になります。まず、火星と太陽というのはよく似たエネルギーという感じがよく似ているなと思えるんですけれども、太陽はですね、全体を照らしているので、私のなんか判断では火星と太陽の違いって、火星の方はより一つの場所にエネルギーが集中するようなイメージになります。またキーワードで言えば、火星って何かって言ったら情熱とか、行き過ぎると怒りに変わりますし、戦うエネルギー、ライバルシップとか勝ち負けのある競争であったりとか、性的欲求エネルギーっていうのも火星で表されます。6月の21日に蟹座で新月が起こるんですけれど、ちょうど6月の28日には月も天秤座に移動し、火星がおひつじ座入りするんですけれども、火星はここに半年間滞在して、金星も8月まで双子座にいますので、火星に対して金星は60度のセクスタイルになって、安定した配置図を作っていくわけなんですけども、でこの金星が8月に蟹座に動くときに、喜びとその怒りのエネルギーっていうのが対立するということから、火星と金星をどう皆様の中で捉えるかにもよるんですけれども、恋愛で言えば何らかの刺激だったりとか、強いエネルギーの対立とも言えますし、10月はちょっとこの対立が生じやすくはなりますが、金星が応援はしてくれるんですけども、10月がちょっと9月10月あたりはこう調整し合いながら、ちょっとあらゆる意味での安定みたいなものが行われるので、これはもともと太陽星座を1ハウスとします。ソーラーサイン、要するに太陽を1ハウスと考えてチャートを分けた場合のお話になります。この長い期間火星がおひつじ座にいるので、おひつじ座の方からしますと、火星が1ハウス、自分のハウスに滞在していることになるわけなんですよ。で、自分では結構自分を追い込んでいくことになるのではないかと考えています。何がこういう風になった時にどんどん自分を追い込んでいったら、しんどい方もいらっしゃると思うんですね。で、その時に、どうすればいいかって言ったら、この金星の双子座を生かして、創意工夫であったりとか、金星が8月の8日に蟹座に移りますので、そこからはプライベートとか家族っていうものを大事にするっていうことが言えるんですけども、もともと自我という風なところにエネルギーが集中していて、
まあ、このプライベートを大切にしながらも対立がここで生まれるわけなんですね。なので8月8日以降、9月の6日あたりまで獅子座に移るまではお羊座にとってこの金星と火星の配置っていうのは引っ張り合う配置になってきますので、そこで大切になるのが向かいのハウスの分散ですね、バランスになります。だから自分のことばっかり意見ばっかり押し通そうとしちゃうとトラブルやすくなるので、他人の声にも耳を傾けるということをされることをお勧めします。蟹座の場合は10番目のハウスに火星が行くことになりますので、仕事とか役割に没頭することになる可能性があるわけなんですね。ここにエネルギーが集中してくるので、ここがぐっと引っ張ってくる。8月8日までは金星が双子座にあって、まだ12番目のハウスにあるので、裏方とか、自分が活動の主じゃないような配置図になるわけなんですけども、12ハウスにいる時には、まあ、気配りとか共感力が強まるかと思われるんですけども、8月8日からは蟹座に金星が行くので、例えば社会的な場面でこの蟹座さんの魅力っていうのが注目を集める可能性もありますし、まあ、周囲から引っ張られて出たくなくても、まあ、出るような配置図になる可能性もあります。1ハウスの自分磨きですね、スキルアップとか自分の実力を試せるタイミングだとも考えることができます。自力でですね、乗り越えていくってことも必要になってきます。先ほども言っていたみたいに火星に対立する場所で分散していくんですね。ここに要するにエネルギーが固まりすぎると情熱も行き過ぎた怒りになったりとかするじゃないですか。ですので、まあ、あんまり仕事に没頭しててもうイライラしてきたら、家族とか、まあ、居場所とか自分のプライベートな領域を充実させることが、まあ、最終的には必要になってきます。天秤座に関してはですね、7ハウスのパートナーシップですね、対人とかに対、まあ、パートナーシップとの対立というものが生まれやすくなっていますが、8月8日までは金星が双子座にいますので、またここで補佐してくれる配置図になっているわけなんですよ。なので向上心とか、まあ、信仰心のようなものとか、まあ、自分の信じる道というものをちゃんと目指せば、まあ、対人関係とも仲良くやっていけるような配置図にはなっているわけなんですね。どうにか対立はしているけれども、まあ、そのここを生かせばいいという配置図になってくるんですけど、8月8日以降はですね、蟹座に金星が動きますので、まあ、社会評判、社会的立場っていうものがこう対立してくるわけなんですよ。なので他人に引っ張られたりとか、対人関係の、まあ、ちょっと言いなりのような部分がぐーっと出てくる可能性があるので、そこのバランスを取るには自分の主張が必要で、ご自身がどのように自分の考えをしっかりと分かりやすく相手に伝えていくかっていうところを試されるような部分になってきます。天秤座さんは特に他人に合わせがちというか、割と流されやすいと言われている星でもありますので、そこで自己主張と、まあ、他人の意見のバランスっていうものをフィフティフィフティで取れれば、まあ、安定してくる配置図と考えることができます。ヤギ座の方ですけれども、ちょっとこれすいません、ちょっとちっちゃくなっちゃって書けなかったんですけど、すいません、ヤギ座さんの場合は4番目のハウスに火星が動きますので、家族とかプライベートとの葛藤っていうものが生じてくるわけなんですね。自分の居場所に対しての、イライラなのか、あまりこう社会活動が活発に何でもかんでもできない部分から、まあ、イライラが募る可能性もありますし、8月の8日までは金星が6ハウスにいるので、まあ、他人に与える影響の大切さっていうものに気づいたり、仕事とか役割っていうものもによってこう安定させていくことができるんですけども、8月の8日からは金星が蟹座に移動しますので、今度はここと対立してくるわけなんですね。ここでパートナーシップの問題や、もしくは対人関係の問題っていうものが、こう自分の過去のやり方とちょっとこう引っ張り合うような部分になりますので、まあ、今まで通りのその生き方っていうものが
まあ、周囲からの評価によって変えないといけないような配置になっている可能性があります。ですので、まあ、社会的責任というもともとね本来持たれている部分ですけれども、そこがまた重要視されてくるというふうなエネルギーになるかなと思います。怒りっていろいろだと思うんですけども、私の最近のちょっと怒りっていうものはですね、以前からこれはもう以前からなんですけども、私が開業してた当初からなんですけども、本当にこの、お客様が占いに行って結婚できないと言われたらしいっていうのを聞くと、なぜか なんかめちゃくちゃメラメラとムカついてきてしまうんですよ。でなんでそんなこと言うんかなっていうのがすごくハテナで、勉強の中でそういうふうになんか出てくる、そういう理論ももちろん占いなのでどうしてもあるのはあるのは分かるんですけども、ただでも本当にイレギュラーっていっぱいあるので、その言い方とか伝え方によってじゃあそのしづらい なぜしづらいのか、例えばその、まあ、それが幼少期の、まあ、両親問題であったりとか、もしくは、まあ、パートナーシップにおいてトラウマが原因であったりとか、もしくはその兄弟関係であったりとか、まあ、いろんな原因があるはずなんですよね。結婚しづらい、パートナーシップを築きにくいというところに、もしくはその迷惑をかけたくないパターンであったりとか、女の子だったら父親との関係性の中で幼少期単身赴任でお父さんがあまりお家にいらっしゃらなくって、その甘えられる環境になかったりされると、結婚というか男の人に甘えるってことがなんか分からなかったりとかして、なんかその素直にこう自分の思いを伝えたりとかできないとか、そういったまあ原因っていろいろそのチャートの中でも見つけることってまあ占星術に関してはあるんですね。何かしらその人に興味を持って何やろな、こう探っていけば何かしらその人が言ってくれることから、じゃあそこをなんかちょっとでも自分が理解して、それで直していく、直るかどうか別にしても、とりあえずそれを知るということでその克服できるパターンもあると思うんですよね。まあ、いろいろその人の性じゃない部分でのそういう原因もありますし、もちろんそのちょっと性格的に問題があるという場合もあると思うんですけども、ただその性格的に問題があったとしても、特にその結婚に関してはその性格がの良し悪しって私はあまり関係ないと思っていて、自分が選んでくれた人が自分がも選ぶっていう、本当そのガチだけの話だと思うので、その選んでもらうことがたまたまできて、たまたま誰かと一緒におることができる人もいれば、本当にたまたまどんなに性格良くっても本当にたまたま見つけられないという場合もありますので、それはもう本当に運命なのかなっていうぐらい、まあ、いろんな問題があると思うんですよ。でもそれにしてもその占い師さんがこの子の結婚できないと言われたらしいっていうのを聞くと、なんかムカムカするんですよ。どっちも言われたこと多分あると思うんですよ。高校とか中学校とか、まあ、みんなで遊びで行くじゃないですか、占いって。なんか言われた記憶はあるんですよね。でその時占い全然興味なかった時なんで、なんか何言ってんねんこのおばさんと思って済ましてたぐらい、まあ、そんな一意見でしょっていう考え方を、まあ、私は持ってますけども、やっぱりそういう純粋なですね人もいるので、そのままそのまま信じちゃって、私は結婚できないんだ、でも問題あるんだとか、理想が高すぎるんだとか、もう自分ばっかりこう責めるパターンになって、でも話してたら全然いい人で全然話しやすいし、なんか問題ないのにって思うんですけど、やっぱ自分がそんな思い始めたらやっぱりどんどんね、なんかオープンになれなくなって、仲良くなれなくなってっていう悪循環があると思いますので、こういうことでもうちょっとムカッときたやつがあったんですよ。昔も妊娠できないと言われた人もいて、妊娠できないってできないってはっきり言われて、でもその人からしたら本当に女性にとってその妊娠ってすごく難しい問題でもあって、本能的なことだし、例えばお家の事情で産まなあかんけど産まれへんとか、その結構周りに期待されていて、その
プレッシャーになってる方もいらっしゃるので、そういうのをなんか占いに行くってことはやっぱだいぶ切羽詰まっていくはずなんですよね。なのでその子で、まあ、そこでですね、もちろん相性の良し悪しがあるから、その伝え方とかでもしかしたら私自身もその失敗して伝えていて、こう断定的に言われたように捉えられる人も いるでしょうし、もちろん自分にもそういう落ち度はあるとは思うんですけど、でも根本的にはこういうことをはっきりと断定してなんか言われると、すごく言われたって聞いて落ち込んでる人を見ると、あんま自分も気をつけなあかんなと思うし、もうちょっと何かしらそのアドバイスがなかったのかなってやっぱ思うんですよ。なのでこういう占いの世界が人へのアドバイスによってその人の人生が変化するっていうこともあったりとか、その人がより生きにくくなるってこともあるので、そういうのを聞いた時もちょっと、まあ、自分に対してもですけど、まあ、失敗してることもあると思うけど、まあ、ムカついてきてしまうわけなんですね。で、まあ、昔これもね、でも妊娠されたんです。結果的にそのできないって言われて悩んでこられたんですけど、全然まあ先生術ではそういうふうには出てなくって、結局妊娠されたっていう報告を後でいただいて思う喜びした例もあるので、イレギュラーというのはいっぱいあります。なのでその、まあ、怒りを感じるっていうポイントはやっぱり私は、まあ、思い入れを持ってやっていることであったりとか、まあ、一人誰か対立する、自分と意見が対立する、まあ、存在がいて、でそこと自分の意見がぶつかった場合に怒りってガッと出てきちゃうと思うんですよ。でもやっぱ私は怒るのがダメとは思わないんですけど、その行き過ぎると体にも悪そうだし、なんか嫌な思いがずっと出てきちゃうし、それがずっと長く続くというのは一番嫌だじゃないですか。ですからやっぱりそこで緩和する材料として先生術を使ってください。最後までご視聴していただきありがとうございます。もしこの動画を少しでも気に入っていただけましたら、チャンネルご登録いただけると大変励みになります。コメント欄や高評価もどうぞよろしくお願いいたします。画面の QR コードよりアットライン山田アリス事務所とお友達になってね。 Twitter で毎日のラッキーフードが分かります。この番組は山田アリス事務所の山田アリスメディアです。 YouTube の公開を通じてあなたのハッピーな未来を心よりお祈りしております。チャンネルご登録もよろしくお願いいたします。